バーニス・ピー・ビショップ博物館。バーニス・ピー・ビショップ博物館は、アメリカ合衆国ハワイ州、オアフ島ホノルルにある博物館である。歴史や科学などを扱い、展示している。住所は1525バーニーズ・ストリート、ホノルル、ハワイである。1889年に設立されたハワイでも最大の博物館。特徴として、ポリネシアの文化に関連したコレクションが、 数多く展示されている点などが挙げられる。昆虫の標本が多いことでも知られ、その数およそ1350万に上る。コレクション数はアメリカ合衆国全体でも3番目に多いという。1982年7月26日にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録された。この博物館は、 実業家として、名を馳せたチャールズ・リード・ビショップが、妻が亡くなった時に、彼女を叩いて建設したもの。彼の妻バーニス・パウア・ヒ・ビショップは、カメハメハ王家の血筋を引く、最後の直系の子孫であった。現在までに増改築を経て、学習施設としても機能。別に、このルル港にある、ハワイ海事センターも運営していたが、現在センターは一時的に閉館になった。 ありがとうございます。